清原大輝は、茨城県龍ケ崎市出身の元プロ野球選手。中学校時代の同級生には、フリークライマーの野口兄大がいる。小学校3年時に龍ヶ崎リトルで野球を始める。中学生時代には、当主として、関東シニアサンバガラスと呼ばれるまで成長し、卒業後は2学年上の兄を追い、上層学院高校へ進学。 下級生の時は主に三塁手として主軸を打ち、二年春に投手に転校。同年夏に投手兼内野手として第88回全国高等学校野球選手権大会に出場し、初戦の対今治に視線で代打として、安打を放ちリリーフとして高騰するも敗北。エースとなった三年時には、部内暴力や野球特待性問題で、 約半年間の活動停止処分を受けながらも、処分明けの練習試合では、強豪校相手に6試合連続完封勝利を収め、プロ注目の選手として、名が上がるようになる。第89回全国高等学校野球選手権、大会に出場。初戦の対京都外体制戦で、相手打線を9回まで1安打無失点と完璧に、 抑えたものの打線の援護がなく、延長12回165球を一人で投げ抜いたが、敗戦した。2007年のドラフト会議で、阪神タイガースから3位指名を受けて入団。入団当初の背番号は65であった。プロ初年度の春季キャンプでは、当時監督の岡田秋信一軍首脳陣からの高い評価を受け、高卒ルーキーとしては、 異例の1.2軍入れ替えの紅白戦に抜擢され、1回を1安打で抑え存在をアピールした。その後のオープン戦でも結果を残し2軍ながら、ルーキーでの開幕ローテーションが期待されたが、開幕直前にインフルエンザを発症。首脳陣の調整面での考慮もあり、初登板は5月まで伸びてしまった。その後は、ウエスタンリーグ公式戦12試合に登板し、 勝敗やセーブはつかなかったが安定した投球をする。シーズン終了後には、ルーキーながら、ハワイのウィンターリーグに派遣された。2009年には、春季キャンプの序盤に叩いた断裂、トゲ状筋断裂という怪我に見舞われリハビリを余儀なくされた。8月4日に、実戦へ復帰すると、ウエスタンリーグ公式戦12試合に中継ぎとして当番、登板。 防御率は4.26で、投球回数を上回る、脱三振を上げたことから、脱三振率は9.95に達した。しかし、慢性的なチームの投資不足のため、リハビリ明けでの連投によって8月23日の試合で、右肩痛を再発。翌年8月末に復帰するまでリハビリを続けた。 2010年のシーズンは大半をリハビリに費やしたが、後半戦で復帰。シーズン終了後には、台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選出。大会では、セットアッパーとして4試合で5回に、3を投げるともに、被安打1、吉死一、1三振9、自責点0、2勝0敗という好成績を残した。 前述の故障などを踏まえてリハビリ中に肉体改造に着手しトレーニングにより体重を 15kg 近く増加させたのが投球にも好循環が生まれ2軍ではシーズンを通じて先発陣の一角を担い続けるとともに年間成績4勝4敗ながら防御率2.24を記録し月間 MVP2 度タイガースのファーム年間優秀選手賞を獲得 10月23日の対広島戦で1、群発登板、初先発。5回を非安打後の1失点と高騰したが、打線の援護に恵まれなかったため、0から1のスコアにより、敗戦投手になった。シーズンの終了後には、自身3度目の海外派遣として、オーストラリアのウィンターリーグに参加している。2012年には、背番号、小山正明が、 現役時代につけていた47に変更するなど、若手の出世株として期待された。オープン戦期間中のインフルエンザ発症などもありで遅れたが、シーズン途中からファームのローテーションに入り、8月にはウエスタンリーグ公式戦で2試合連続関東勝利を記録したが、完風から次の当番試合で左脇腹を痛めて交代し、 次週の昇格も見送られ一軍公式戦への登板機会を逃した。2013年には前年までファームの先発ローテーションを守り続けていたが一軍での登板機会を求めリリーフに転向。ファームのオープン戦で高騰を続けそのまま一軍へ合流したが一軍のオープン戦で登板機会がないまま開幕を二軍で迎えた。5月15日には 一軍の救援陣を担っていたベテランの福原、忍が腰の張りを訴えたことから、福原に代わって2年振りの一軍登録。前日のウエスタンリーグ公式戦で3イニングをパーフェクトに抑えたばかりだったが、当日の対オリックスバファローズ戦に救援で2年ぶりに一軍登板を果たすと、リオ・オハルや伊藤・ヨシオなどの強打者を並べた打線を、相手に2イニングを無失点に抑えた。 しかし、以降は、登板機会のないまま、6月6日に登録を、抹消された。7月4日に、再び出場選手登録されたが、これは、球団側の手違いによって、本来登録させる予定だった。清水誉れを誤って清原と申請したものだった。清原は、急遽一軍の練習に合流したものの、一軍公式戦への登板機会がないまま、 翌5日に一旦登録を抹消。同月26日に再登録を果たすと、救援投手として一軍公式戦2試合に登板し、高騰したが、登板機会にも恵まれず、チームの CS 争い、ベテラン安藤雄也の復帰もあり、登録を抹消。その後も、ウエスタンリーグの公式戦では、主に、セットアッパーとして、高騰を続けた。 故障後になかなか戻らなかった休息も、シーズン後半には、常時時速 140km 中盤まで戻り、確かな手応えをつかみ、来シーズンに期待する若手の筆頭だったが、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。持病の方の故障もありながらも人間性を評価され、球団職員や打撃投手への転身を打診されたが、このオファーを断り、 1> 第1回12球団合同トライアウトに参加したが、獲得する球団はなかった。半身対談後も社会人野球の練習に加わるなど、模索したが、熟慮の末に、自身の怪我の経験や治療に携わってくれた、トレーナーの大切さを考え、治療の国家資格である、柔道整復師の資格取得を目指すことにした。2014年からは、 大阪府内に住所を移し、近畿医療専門学校に通いながら、プロ野球選手としては、不完全燃焼だった自らの技術や経験などを伝えようと考え、プロ野球選手を目指す子供たちに野球教室などを開催したりするなど、第二の人生を歩むことになった。2017年には、近畿医療専門学校を卒業、国家試験も合格。 同年にプロアマ資格も取得し、阪神時代に指定関係にあった湯船、敏郎の母校である、峡谷高等学校で野球部のコーチをしている。最速時速149キロメートルの速球と、切れ味鋭いスライダーが持ち味。その他にも、カーブ、フォーク、シュート、チェンジアップと球種が豊富。先発タイプだが、中継ぎもでき、フィールディングも良いオールマイティーな投手。 上層学院時代は一年秋からサードのレギュラーを取り出せんの中軸を任されるほど打撃も良い。ありがとうございます。